はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。カルチョビットアを始めていきたいと思います。さてですね、6年目のリーグ戦が終わりまして、見事に1位獲得しました。この通り、最後佐世保ドックスを逆転しまして、文句なしの N1 昇格を果たしました。というわけで、これからですね、年末年始は、オファーは来年から、年末年始は練習試合を、 N1 だと練習試合をして強くしたいと思います。まずはこの辺からかな。11位、このぐらいならまあやってもらわないといかんだろう。というわけで、基本的に女子選手を強くしないといけないんで、なおこかりさつき、女子選手、ただし、ジョッキーパーは広岡で、萌えを、美穂を。そして女子選手を、節子も。これ全部女子選手にしました。まず女子選手を鍛えてというか、試合出して、経験を積ませたいと思います。まあ、これ結果、は、ね、関係ないんで、いかに、試合をして、経験を積ませるか。積ませれば、能力値も上がる可能性あるんで。おっと、いきなりかよ。さあ、これはどうだ？止め合うか？止めた！ナイス！まず、本日は2試合、練習試合をやっていきたいと思います。おっと、捉えたぞ。簡単に取られるか。さあ、パンチング、ここ気をつけないと。なんとかクリアしたが、おっと、さえうまい。ここはうまいです。まどか、逆にチャンス。あーっと、まどかが、大丈夫か、まどか。さあ、とか言ってるうちに、ブランコ。おーっと。さあ、薄いから、ここは広岡、ナイススキープ。早いこと、新しい女子選手手に入れたいな、エリカ。ファールです。さあ、ここ、くるみが、ロングシュート。ここへ出て、スローインですね、こちら側の。薄い。ヘンミ。おっと、こんなに前に出てるんだ。ここはキーパーが。さあ、前へ出て、さらに、これは、割る？まあ、鞘師が自分で取っている。鞘師っていう名前か。さて、レノン。ヘミ。おっと、これは、おっと。助かりましたね、逆に。で、そのうちどんどんカードが増えていってます。これ特訓ですね。その、N1 しか基本的に練習試合やりませんので。さあ、節子。おっと、ノンホイッスルとか。さあ、萌えから綾香。美桜。さあ、逆サイドと、オフサイドか。まあ、つかねか、クロイツァーもスピードがなかなかある。まあ、11位ってそんなにすごくはないね。さあ、アディショナルタイムに入って、これで試合終了。スコアレスドローですね、テスト、鹿児島とは。ここですね、ここ、ペナルティキックになったんですが、うまく防ぎました。
作用が、これは当たったんだけど、当たっただけですね。さあ、ここも結構決定的だったんですが、森田がうまく、なんとか外されて、ピンチを逃れまして、試合終了。やっぱり不利は不利なんですけど、必ず絶対的ってわけでもない。さらにですね、筑波田ガマとやってみましょう。ちなみに今の我々の選手データはこれです。なんか強い選手は強いんだけど、そうじゃない選手はそれほどでもないっていう感じですね。筑波田ガマ。スタメン。今度はですね、くるみを下ろしまして、ゆうなに。盛大に負けてもらいましょう。ここポイントですね。で、みおとさゆを入れ替える。なつきのまま。さあ、相手がやっぱり1位ですからね、筑波田ガマ。これはバンバン点取られてもしゃあないんじゃないかなと。いいですね。これ防ぎっていったらなかなかのもんだと思いますが、うわ、伊勢崎すげえ。おっと、ここは入り組んでて、1対1までになったが。ここはキーパー防ぎきりました。キーパーがいいですね。やっぱりキーパー次第。若島津くんじゃないけど、キーパー次第だよな。さあ、ここうまいパスが、厚みがすごいあるな、やっぱり。そして縦パスも正確。なんとか出した。押されていますよね、さすがにやっぱり。おっと、ここうまいですね。いや、守備がやっぱり良くなってますよね。あーっと、捉えちゃったよ。中野早い。さあ、ここで、彩香が、さあ、プして、1位は早いな、高速で。さあ、そこで、なんとか、クリアするが。あーっと、簡単に捉えちゃった。さあ、7班早い。と、パンチングで防ぐが。おっと、なんかバックで返して、コーナーキックになります。1位、捉えましたね。南かな？奄美ですね。このパスはなかなかいいんですけどね。縦に、ノーホイッスル。かけますが、奈良原。おっと。攻撃を仕掛けてきます。窓か、反対が7個。これはうまい。さあ、ここで、ノーホイッスルだ。うまい、うまさもありますよね。さあ、と。危なげない試合って言いますかね。奈良原。さあ、アディショナルタイムに入った。もう試合終わりかな？終わりましたね。30分ですね、先生は。やっぱり正確性が、ね、取ったチャンスは逃さないというところですよね。今回は課題ですね。課題をいただきました。さあ、幸子が復帰。
経営状況はご覧の通り。というわけで、次回もまた、練習試合で、戦いたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。